したようだな。まさか。行け、エンゼを頼む。退屈だったか、忘却の深淵とやらは。元気そうじゃねえか。退屈ではありませんでした。だって信じてましたから。だろうな、俺も信じてたぜ。あの暗い深淵は、次にあなたに再会できたなら、どんなミステリーで戦ってやろうかと思案するには、実にちょうどいい場所でした。この水晶の檻は、俺たちの決闘のリングってわけか。逃げ場なしのチェーンデスマッチってわけだ。思えば私たち、いつもチェーンの密室をめぐって戦ってましたね。ならそうするか。まさにチェーンデスマッチってわけだ。私に準備はありますが、あなたはどうです？アルサ、言ったろ、俺も信じてたって。来い、フルドエリカ。楽しませてもらいますよ。自殺である、事故死である、病死である、他殺以外のあらゆる理由による死亡である。自殺じゃないです、事故死じゃないです、病死じゃないです。ちゃんと私はあなたに殺されますよ、バトラさん。扉の隙間よりの毒ガスによる殺害である。部屋に注水しての溺死である。部屋の空気を枯渇させての窒息死である。毒ガスではありません、溺死ではありません、窒息死でもありません。密室殺人に毒ガス、歴史、窒息死。おかしいだろ、面白いだろ。グッと、後ろ見やバトラは自殺である、事故死である、病死である。今度はあんたの密室を試します。赤き真実、後ろ見やバトラは自殺である、狂気はない。背中にざっくりなんてどうだ。古典密室はそうでなくては。ならお前もやってみるか。受けて立ちましょう、赤き真実、フルドエリカは刺殺である、狂気はない。背中にざっくり。面白え、お前の密室ぶち破ってやる。これは何の真似。バトラは今所用で忙しい、しばしわらわがそなたの相手をしよう。あんたと直接戦うのってこれが初めてなのかしら。おや、そうなるか。よかろう、手合わせしようぞ。ただしここにはバトラはおらぬ、わらわはバトラがおらぬと、ちょいと手加減を忘れるのでな。
あら不思議ね。私もそういう性分。完全なる密室にてそなたを殺した。窓も扉も他すべてのいかなる方法をもっても外部との出入りはできぬ。付き合ってあげるわ。あんたのゲーム復讐要求。